バラオ級潜水艦の一隻艦名は、ネズッポカの総称にちなむ。一本手リりモンドラゴネットドラゴネットは1942年4月28日に、ペンシルベニア州フィラデルフィアのクランプ造船所で、寄港する。後期が長引いた末に1943年4月18日に、J.E. ギングリッチ夫人によって浸水し、 艦長ジャック・エイチ・ルイス・チューサの指揮下1944年3月6日に収益する。ドラゴネットはニューロンドンを出港し10月9日に真珠湾に到着した。11月1日、ドラゴネットは最初の紹介で千島列島及びオホーツク海に向かった。12月15日の朝、ドラゴネットは松和島の南方。 北緯47度57分統計153度08分、北47.950度統計153.133度、47.950153.133の地点で海図ずにない突起に衝突し、魚雷室前方の機密室に穴を開けた。機密室は浸水し、浮上するために圧縮空気と共に排水する必要があった。 8時45分にドラゴネットは浮上したが、ちょうど松葉島の飛行場から4マイルの海上であり、できるだけ早く危険区域を立ち去る必要があった。ドラゴネットは嵐の中を2日間航行。12月20日、ドラゴネットは49日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。応急修理が行われた後、12月27日に、真珠湾に到着。 カリフォルニア州バレーホノメアアイランド海軍造船所に構想されてオーバーホールを受けた。オーバーホールを終えた後、1945年4月2日に真珠湾に戻った。4月19日、ドラゴネットは2回目の紹介で日本近海及び東、シナ海方面に向かった。この紹介では主に救助任務に当たった。この任務の間にドラゴネットは4名のパイロットを 救助した。6月10日、ドラゴネットは50日間の行動を終えて、グアムアプラ港に帰島修理が行われ、艦長がジェラルド G 貧満に変わった。7月8日、ドラゴネットは3回目の紹介で、日本近海に向かった。文後水道周辺で紹介に当たったが、終戦間際のこの時期、日本の艦船は燃料不足と、 機雷封鎖によりごくごく一部の船以外はほとんど航行せず、この紹介でドラゴネットは敵艦に遭遇することはなかった。その代わり、ドラゴネットは沖ノ島近くで海軍パイロットを救助した。終戦は洋上で迎え、2日後の8月17日にサイパン島に寄港。8月27日。 ドラゴネットは50日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。ドラゴネットは、サンフランシスコに帰還した後、1946年4月16日に退役。メアアイランドで予備役となり、太平洋予備役艦隊入りした。その後、1961年6月1日に除籍され、1961年9月17日に標的艦として、 チェサピーク湾で怪没処分された。ドラゴネットの紹介は第2回と第3回が成功として記録された。ドラゴネットは第2次世界大戦の先行で2個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。